一人、またたびスペシャル、いつ島神社は、日本のミュージシャン、奥田民生のライブビデオ。2012年1月11日発売。このビデオは、2011年10月22日に、いつ島神社で行われた、ライブ、20日一音楽祭、いつ島神社放納コンサート、奥田民生一人、またたびスペシャル、いつ島神社を、ノーカットにて収録したものである。 もともと、2日市音楽祭は、2日市市と財団法人2日市市文化スポーツ振興事業団が主催して、毎年10月2月1文化ホールで行っている音楽イベントで、通常は各ジャンルのミュージシャンを招いて、コンサートが催されるが、この時は同イベントの一環として、国宝であり、世界文化遺産に登録されている、五福島神社の公舞台で行ったものである。 奥田自身にとっては、2004年にソロ活動を10周年を記念して行われた一人、また旅スペシャル広島市民球場以来となる、地元、広島での弾き語りによる野外での単独ライブとなった。チケットは、宮島松大旗線の往復乗船券付きで、販売され、観客席は後部隊を囲む左右及び、前方の平部隊に設けられた800席だけという、 こともあって、プラチナチケットとかしたため、全国東方系映画館にて、クローズドサーキット形式によるライブ制中継が実施された。また、広島市民球場の時と同様、ライブ前日のリハーサルから大雨で、当日も雨予報だったにもかかわらず、実際は、快晴となり、晴れ男ぶりを証明した形となった。奥田が演奏を行ったつくしま神社の後舞台。 広島トリッパー愛の冒頭人間バラ色の日々今日まで、そして明日からレーザービームけに帰れば、ザ・スタンダード歌うたいのバラットのバラあやかりたい65、一人カンタビレのテーマメニュー、素晴らしい日々カスタムさすらいジュライダー。ありがとうございます。